ワンピースみんなが住むにごめんよーよー。はいどうもこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうぜ。はい、久々の最新話質問会やっていきたいと思います。1ヶ月ぶりですね。1ヶ月間は質問動画自体を撮っていましたけれども、最新話でっていうのは久々ですね。はい、今回も皆さんからいただいたワンピースの疑問に僕が僭越ながらお答えさせていただくコーナーでございます。撮っていきましょう。それではいきましょう。お願いします。はい、ぜひチャンネル登録まだの方よかったらお願いしまーす。毎週ワンピースの最終話のトーク動画上げてます。一緒に楽しんでいきましょう。はい、このコーナー定期的にですねツイッターの方で質問募集しておりますので、ぜひツイッターのフォローお願いします。皆さんいつもありがとう。ありがとうございます。はい、そしたら、ネタバレがね最新話のものがございますので、アニメ箱メーカーの方々お気をつけください。はい、お気をつけください。はい、本日は行きましょう。はい、では早速行きたいと思います。はい、ヤマタさん。ヤマタさん、ありがとう。ありがとうございます。高橋さん、こんにちは。こんにちは。早速ですが、今週のガープとクザの殴り合いは見ていられません。クザンがガープに手を当てること、ね、手助けしたい黒ひげの目的とは何でしょうか。もはや赤犬のいる海軍や世界政府を倒すくらいでないと理解ができません。ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。なるほど。いや、そうですよね。ちょっと前にもね、多分動画で触れてたかもしれないんですけど、まあ改めてですよね。いや、マジでクザ、お前何を考えてる。何してんのな、本当に。何してんのお前。何してんの本当に。お前、自分の師匠に、恩人に手あげるために、お前は軍艦バックでその拳を鍛え続けてたのかい、ということを言いたい。言いたいよ。なあ、何のためにお前の拳はさ、鍛え上げ抜いたんだよ、ってことだよな。まあでもそれもクザは分かった上ですよね、もちろん分かった上でガープを倒さなきゃいけないっていう覚悟の上でガープに拳は向けてますよね。ただただのその時の迷いでっていうかは、もう自分がやるべきこと、その目的のために黒ひげにまで加担して、で師匠にまで手を挙げてまでも成し遂げなきゃいけない何かがあるはずなんですよね。じゃないとおかしいじゃん、ね。だってあの小原をさ滅ぼそうとした時に、バスターコールで行った時に、要は杯ほどまでね、要はあそこまでやるつもりはねえよって言ってたわけよ。民間人にまで手を挙げるつもりねえよみたいな、でロビンを逃がしたりだとか、なんだかちょっとやっぱりそのね、行き過ぎた正義に対してはなんか、まあ、自分はそう染まるつもりはないと、でかつ、新しく元帥を選ぶ時にも、要は杯がなるんならじゃあ俺がやるって言って、杯がトップに立つことをまあ止めようとした男ではありますよね。だからこそ、そっから落ちぶれたっていう余暇は、やはりその、現体制、確かに杯の体制を、まあ、裏からどうこうしようということなのかな、とね、やっぱ確かに思いますね。質問者さんからいただいた通り。まあ、じゃなきゃ納得できないよな。まあ、いい方向にその世界を持っていくために黒ひげに加担していると、まあ、もうこれ完全に希望的な観測ですけどね。そうあってほしいっていう願いですけど、やっぱなんかやっぱクザンっていうのはね、もちろん怖い海兵で、もちろん強いやつで、まあ海賊をね、捕らえるために非道なことも、海賊に対してはね、例えばルフィとかロビンとかをもう全身凍らしたりだとか、まあ海賊に対してはね、そういったことをやってきたキャラなんで、怖いっていう印象もあるんですけど、でもやっぱどっかしらそのすげえいいやつ、ない印象があるじゃないですか。なんかその、杯みたいに行き過ぎないというか、徹底的じゃないところがやっぱ青木の良さというか、そういった部分がなんかあるので、だからこそ、やっぱりいいやつなんじゃないかな、根の部分はいいやつなんじゃないかなっていうところはありますよね。やっぱそこはなんかね、一本、我々読者の中でもちょっと青木に対して、クザンを信じてる部分はなんかどっかあるじゃないですか。だからこそこの行動の今回の意味、そこですよね。でもやっぱりそういうことなんじゃないかな。政府を、まあ自分が大将にから、元帥になったら、まあ直接的に海軍を変えていけるはずだったわけですよ。けどそうはならなかったわけですよね。で、杯がやるぐらいならやるっていう感じで自分から言ったんですよ。もともとは戦国に推薦はされてたんだけど、でもまあそんなに乗り気じゃなかったっぽいんですよね。ただ杯、赤犬がやるならじゃあ俺がっていう感じなんで、だからやっぱり赤犬の暴走を止めたいというか、杯をどうにかして、まあ裏から、まあなんて言うんだろうな、落ち着かせるじゃないですけどね。
うん、いやあれが多分杯のやり方でどん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 海軍が暴走してっちゃうと、うん、いや結果的に被害を受ける市民って増えそうじゃないですか、うんうん、正義のため、赤犬が掲げる正義のため、徹底的な正義のために多少の犠牲は厭わないみたいな海軍になってくじゃん多分、うん、それをやっぱりなんとか止めたいんじゃないかな、うん、で確かに四皇の一味に入るっていうことは世界三大勢力のうちのね一つですからね、海軍、いや海軍本部と、七部会と、四皇ですから、だからまあ四皇に身を置いて、まあ、そっちから動くっていうことなのかなとは思うんですけどね、もちろんそれだけじゃないかもしれないですけどね、他にもちゃんとした、別のね理由があるかもしれないし、まだ見えてこない部分はあるんですけど、なんだかそういった印象は受けますよね。他あるかな。いやでも、いやそうだよな。で黒ひげ自体もその仲良し恋しで海賊やってんじゃねえと、うん、利害が一致してるから手を組んでるんだって話をしてましたよね、黒ひげ海賊団っていうもの自体がね、うんうん、だからこそ黒ひげが成し得たいこと、そして九山が成し得たいこと、そこがまあどっかつながる部分があるわけですよね。もちろんイコールじゃないんですけど、まあお互いがお互いその目標に向かっていけば、お互いともにまあ利害が一致するってことですよね。まあ、確かに海軍を、まあ、例えば青木九山が、まあ、ちょっと抑えたいというか、うん、暴走を抑えたいってするのは確かに、まあ、黒ひげ海賊団にも、まあ、メリットはありますよね、うん、だからまあそういうことなのかなと現時点では思いますけどね、いやじゃなくて本当にマジで闇落ちパターンもある可能性もあるから、まあね、確かにあんまりね、うん、もう杯がなっちゃったから、うん、もう俺には帰られねえっていう方向で、うんうん、行っちゃうパターンもあるかもしれないですけどね。ありますからね、ぶっ壊すパターンね。ねえ、世界をっていう。いやーでも、考えたくないなーっていうのと、やっぱり直近でやっぱりスモーカー助けてるんですよね。パンカザード終わった後にドフラミンゴがそのスモーカーにめっちゃ攻撃してるところで、あらら、ちょっとあんちゃんそこどいてくれるか、友達なんだよ、パキキキっつって、やっぱり助けたからね、スモーカーのことは、まあだから友達とまた自分がやろうとしてることは別なのかな、なんかだからそういういい面も見ちゃってるからなんだろうね、やっぱ我々がこのクザに対する期待してしまうところっていうのは、なのでまあ、そうですね、現状だとちょっとそんな感じかなと思います。はい、クザンね、まだね、わかんないな、うーん、まあ迷ってはいたからね、迷うやつは弱いっつって、で未だにガープのことを完全に敵として見なしてないからね、土下座子ども両手両足絞ってもお前らじゃガープさんの命は取れねえよとか言って、なんかガープを叩いてるようなこと言ってるんですよ、しかもガープさんって言ってるしね、だから敵と見なしたらガープとか言ってね、言ってもいいんだけど、そう言ってないから未だに敬意払ってんだよね、だからこそやっぱ両方大事っていうのはもう見て取れるよね、ガープも大事だし自身の信念も大事だし、だから自分の正義がどこ向かっていくのかだよね、師匠を倒してまで、叶えたい、やんなきゃいけない、っていうことですからね、ちょっとまだ見守りたいですねここはね、九山がどうなっていくのか、ってかそもそもここでガープがやられちゃうみたいになったらもうそもそもそんなこと言ってらんないから、そうなんだよね、マジでちょっとさすがに九山お前マジでってなるじゃん、ガープやられちゃったら刺されたからね、あいつに、そうだよ、死竜に、そうね、あれね、いやーちょっとこれはやばいだろう、でその後めちゃめちゃパンチ入れてるからね、ガープこれでガープやられたってなったら九山ちょっとマジでお前スクワードみたいになるぞって言いたいんだからお前いじられるぞ K さんとか佐藤さんにっていういまだにいじってんだからK さん佐藤さん、いまだにスクワード許してない人にいるんだから、まあ許せん、あいつは許せんからな、ね、今どれね許せよあいつな、白ひげが本人が許してんだからもういいんだよ、いやだめだ、外野がとやかく言うんじゃないよもう今の SNS みたいだぞお前本当に本人党の本人たちは解決してんのに外野がバンバン言っちゃうんだからまあまあもうしょうがないけど、しょうがないけどな、だからクザンちょっとお前本当頼むぞっていうこと言いたいですね、そうね、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、じゃあ次の質問いきたいと思います、はい、お願いします、カッピーさん、カッピーさんありがとう、大さん、ケイさん、こんにちは、こんにちは、いつも楽しく動画見てます、まあいつもありがとうございます、ありがとうございます、質問です、はい、今回の戦い見てなんとなく頂上戦争と似ていると感じました、うん、もしオマージュであればガーパンをしかして…
高橋さん、ガープはどうなると思いますか？熱中症に気をつけて頑張ってください。いやー、ありがとうという質問でございます。ありがとうございます。いや、俺ほんともうちょっとやばいっすね、うん、今この気温。皆さん大丈夫ですか？暑い今日。いや、やばい。もうさっき布団のあのシーツ、うん、ベランダに干しただけでもうクラクラしてんだけど今マジでやばいね今日。これはあのね、水かポカリを飲んだもんと思います、うん、もう飲みました、いっぱい。麦茶も飲んであのタブレット、あの塩分タブレットみたいなもん食べたんで、まあ、対策は一応してるんですけど、しててもやばいですね。皆さん本当お気をつけください。本当全国的に多分やばいんで、もう東京37度とかでしょ今日。7度8度じゃない、もう。あ、そうなんだ。もうこのやばいですね、これ3連休あたりから本当危ないんで皆さんお気をつけよう。で、何でしたっけ、熱中症にはお気をつけください、ありがとうございましたでしたっけ、もう熱中症でやられてますんだとしたら、ちょっと違いますね。はい、はい、違いました。まあ、今回戦い、頂上戦争と似ていると感じました。はい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 、もしオマージュであればガーパーもしかしててんてんてん、ガーパーどうなるかと思いますかということですね。いや、そうなんですよね、はい、一応あとね、この動画が上がってる前に僕が多分、うん、あの火曜の動画になってると思います、あの、はい、月曜の次の日に、はい、ガープどうなるのあたりはね、ちょっとそこでも話してるので、うんうんうん、ぜひねそこも見ていただきたいと思うんですけど、はい、まあ、そこで話した内容も改めてですが、うん、まあ、確かに頂上戦争はやっぱどうしても感じちゃいますよね、うん、いや、ガープっていわば白ひげロジャー世代の伝説なんですよ、うん、立場が海兵だけであって、うん、実力でいうとやっぱロジャー、白ひげ、ガープ、うん、ね、やっぱその世代あたりっていうのがもう伝説の世代じゃないですか、うん、でガープは78歳なんですよ、うん、年齢で。白ひげが頂上戦争の時亡くなった時2年前で72歳なんですよね、うん、要はそれよりも年を取っている。だってもう80手前ですから、うん、冷静に化け物すぎんだよこのじいさん。うん、なんかそのあたりは確かに同世代伝説でかつ刺される、うん、まあ感じちゃうよな。確かに。ああ、うん、いやー、まあ白ひげに関してはこっから暴れ出したからね、うん、こっから前線出たからね、うん、刺されてから前線出てますから、うん、やっぱより化け物ですけど、うん、まあガープも同じ状況には追い込まれてますからね、うん、うん、ただまあ今回に関しては味方陣営の数は少ないですよね、圧倒的に頂上戦争の時に比べて、うん、で向こうは黒ひげ海賊団の幹部どもたくさんいて、かつ、うん、それ以外の海賊どもももう無限に出てくると、うんうん、だから形勢で言っちゃうとこのチーム戦、うん、まあこのお互いの勢力戦で言うともう圧倒的に今不利な状況でありますよね、うん、だから言ってしまえば頂上戦争よりもはるかにピンチなわけですよ、うんうんうん、ね、白ひげ海賊団の方もめちゃめちゃ人数いたわけですから、あの時っていうのは、うん、でマルコとかね、その16番隊の隊長とかもこっちいたわけで、白ひげサイドにはね、うん、でそんな中、まあ、向こうも海軍もめちゃめちゃ強かったんで、うん、まあもちろんすごい戦いではあったんですけど、うん、まあ今回まあやっぱそれ感じますよね。なんなら白ひげも最終的に黒ひげ海賊団にやられてますからね、うん、うん、最終的に黒ひげをはじめね、みんな教官船長たちにダダダダダってやられて、うん、で命をね、失ったわけですから、うん、まあ確かに感じるは感じますよね、うん、だちょっとここはガープは生きてほしい、もちろん頑張ってくれるだろう、英雄だからここ乗り越えてくれるだろうっていう、もちろんここも希望ありますけど、うん、ただ今このままの形勢だと結構やばそうではあるかなとは正直思いますね。やばそう、うん、うん、実際そのコビー、ヘルメッポ、グルスも言ってしまえばガープからしたらもちろんちょっと守る存在にはなり得るじゃないですか、うん、まあ今回現にねコビーがね、まあそのいい海兵の部分を出して結局ちょっとピンチに陥ってしまったわけですから、うん、うんうん、まあもちろんガープはねそれはね自身の過失だと、お前の過失は俺のものっていう感じで捉えてましたけど、うん、登れるなとは言ってましたけど、なので形勢的に言うと今のままだとピンチかなと、うん、ただ、まあ、その回の動画で言ったのは希望があるとしたら、まあ、モリア・ペローナは間違いなく今蜂の巣にいるはずなので、はいはい、モリア・ペローナがどう動いてくるかかなと個人的には思ってますね。なるほど、うん、そこはもう描かれてるから、うん、要はお前を、檻から出すからモリアを助けろと、コビーに対してペローナが言って、でペローナと、コビーは手を組んだわけですからね一時、はいはいはい、うん、でその後どこに行ったか分かんない、うん、もう出て島から出てる可能性もあるけどね、うんうん、ただ現状別にそういった描写がないので、うん、まあ島の中でちょっと気を伺ってんじゃないかなとのは思うけどね、うん、で現にねペローナがいれば下手したら形勢が一気に逆転するから、うん、なんなら黒ひげ海賊団全員野心家じゃん、うんうんうん、ね、ウソップみたいなネガティブな男いなそうだから、うん、
毒球ぐらいかな。毒球とかワンチャン効かないかもしれないけど、ね、ネガティブホローフォーってやれば、ホロホローってやればみんな心折れるでしょ。こんな野心しかないんだからこいつら。なのでそこがちょっとどうなんだろう、期待したい、頑張ってくれペローナ、そしてモリアって感じですけどね。うん、っていう感じだと思います。はい、うん、ね、助けてくれるかどうかね。いや、そこはあるだろうなとは思うけどね。いや、どうだろうな。いや、なんなら、いや、でも捕まってて実はもう黒ひげ側に寝返る決心をしてたとかね、モリアが。はい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 。いやー、でも分かんないからね、どう動くか。本当、なんならそっち行っちゃったらもうマジ無理。もう無理だね。無理無理無理。もうマジで本当ね、いや、他の島の外から誰かが来なきゃ無理じゃない。ああ、誰かね、外からね。そう、助けてくれなきゃ無理だと。スモヤン来てくれるかな、スモヤン。いやー、スモヤンも来てほしいけど、今どうなってるか分かんないからね、スモーカーも今。まあもちろんね、ガープ自身が強いから、ガープ一人で投げ通してくれるだろうっていうのがもちろん一番ね、期待したい部分ですけど、やっぱり形勢的に言うと結構ピンチであるなというのが現状であるので、そんな感じですかね。はい。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあ次に質問いきたいと思います。はい。センさん。センさん、ありがとう。高橋さん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく動画拝見させていただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。質問です。うん、はい、しましまの実の恐怖の能力って何だと思いますか。何かの石石の上位互換以外何かあると思いますか。また、はいはいはい、ピーカやアバロプサロはレッドラインを操れたりするのでしょうか、という質問でございます。はいはいはい、なるほど、ありがとうございます。はい、なるほどなるほど。多分だけど、このアバロプサロの恐怖の能力によりっていうのが、多分これ自分で言ってる新聞の見出しですよね、多分ね。だから可愛いとこあるんですよ、アバロピサロも。自分で見出し考えてんだから、これ、ね、全部ここのピサロが言ってるやつって、多分明日の朝刊の見出しはこうにゃーっつって、見出しをだから全部自分で言ってるんですよ、この人。めっちゃ可愛い野心あるんですよ。あの、ハンニャバルにも劣らぬ野心家です。あ、野心出ちったっていうね、ハンニャバル。バリの野心ありますから、やっぱピサロ。だからまあ確かに新聞の見出しからしたらこれ恐怖の能力じゃないですか。だから特別なんかこっから先何かあるっていうか、もうこの時点で十分恐怖だから、多分それを自分なりに見出しで言ってるからの表現方法じゃないかなとは個人的には思ってますけどね。分からない、もしかしたらこっからまだ何かあるかもしれないですけどね。まだ何かさらに恐怖の能力があるかもしれないですけど、でまあ確かにしましまはね、多分レッドライン俺操れると思うんですけどね、どうなんだろう。めっちゃ強くないこいつね。え、いや強いよマジで。クソ手でかかったよ、いやマジででかい。ピーカの比じゃないよね、このでかさ。ピーカもでかかったけど、ピーカより全然でかいっすね、やっぱり。島中全部操れてるからね。で怖い、なんか気持ち悪いしね、手いっぱいこんななんか出てて、バーって出てて、最強やんね。いやこれ無理よ、対集団で最強すぎる。だからこれをね、その例えばガープ一人だったら全然ガープ勝てそうなんですけど、やっぱガープが守んなきゃいけない、コビーが守んなきゃいけない民衆がいるから、ここに捕まってた人たちで、そいつらを狙うっていう、もう悪の、何、手法。悪の手法。もう悪者がやる手法じゃん、もう絶対。まあね、やっぱそうするとやっぱもう最強クラスですよね。どうやったってやっぱそこを守りながら戦わなきゃいけないから、相当大変じゃん、それって。いや、ね、そうなるとやっぱこれは恐怖の能力ですよね。もう街が落ちてくるところ、島落ちてくるんだから。やっぱピーカーの上位互換だと思いますよね。ピーカーは石だけだったけど、しましまは何でもできそうですよね、島だったら。建物の床にもなってましたから、要はもう島につながってるものだったら全部いけんすよね。最強、最強だな、最強すぎる、さすがに。で、レッドライン操れるか問題ですけど、個人的に操れると思いますけどね。そっか、はい。だから、そう、だからレッドライン入ったらマジで強いっていうか、もう無理ね、無理よね。だからもしかしたら、その、このしましまを使ってなんか黒ひげの目的とかにもなんか絡んでくるかな。なるほどね。だからこそピサロちゃんと幹部に入れてるのかとかね。もちろん妄想ですけどね、全然今のは推測ですけど、なんかそのぐらいの恐怖の能力ではありますよね、もしレッドラインも操れるんだとしたらね。ただまあレッドラインって唯一あそこはやっぱ特殊なんですよね。レッドラインってその赤い土の大陸なんですよ。赤いその何土地みたいなのって他ないっすよね。
あの白いのはバルティゴ、うん、革命軍が前本拠地にしてたバルティゴは白い土だったんですよね、うんうんうん、ただレッドラインは赤い土なんですよね。だからなんかそこは特殊な、なんかね、大陸とかだったらもちろん実は無理とかね、うん、その能力は、うん、では入れないとか、もしかしたらそういうなんか特殊な設定はあるかもしれないですけど、うん、ただ現状をなんだか別にね、あれも島だし、言ってしまえば大陸だし、ね、あ、でも大陸だから島っていう認定されないのかな、どうなんだろうね。一応あれは大陸ですって言われるのかな。はい、そう、入ろうとしたらベベーベベー大陸でーすって、レッドライン側が大陸でーすって、向こうから断られないにゃーって、そうそう、入れないにゃーっつって確かに島だもんねこれね、島島は島だもんね、あれ大陸だもんね一応。あー、そっか、違うのかね。グランドラインは大体島なんですよ。グランドラインって大陸ないから、うんうん、なので大体グランドラインの島はほとんどが島、うん、ただレッドラインは大陸だな今思うと。じゃあそうなると、なんかそういう大体のみじゃなきゃダメなんだ、きっと。大体じゃなきゃダメかも。あーね、大体のみ、うん、それから陸ね、陸あー大陸そしたらまたジョイ語感の石石しましま大体そうそうそうすげえ細分化されてるじゃんそこの系統だけそこの系統だけジャンルが結構あんだね。そう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 、そういうことよ。ワンチャンあるかもね、だからそういうこともね、うんうん、しましまが実はそういう範疇っていうのがあるかもしれないですよね、もしかするとね、うんうん、まあ十分強いですけどね、十分島だったらめっちゃ強いけど。でまあピーカに関してはだからあれが石認定されるかだよね大陸がね、うん、大陸が、うん、まあ石っちゃ石だけどな、難しいですね、うん、難しいな、ね、あれもね、あれも難しいですよねあ、まあでもピーカの方が操れる範囲はなんか狭そうな気はするけどね、はい、石だったら操れそうだけど、なんでもただまあ範囲がね、もうそれって岩になってくるから、うん、岩で大陸、島大陸ってなってくるから、うん、島の範疇になるとさダメじゃん。だって、うん、砂利石、歴、岩とかでしょ、なんか あるよね。あ、はい、そう、ね、サイズで名前が呼び方が違うじゃん、うんうん、なんかそういうのはあるかもしれないからね。うん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 、まあそんな言ったらドレスローズあれ全然石じゃねえけどな、あれあれはなんかちょっと違うけど、あれも全然島ぐらいあったけどな、うん、まあでもピーこのピサロよりはちっちゃかったもんね、うんうん、サイズ感的に言うとね。難しいね、だって砂利とか砂になってきたら、だってクロコダイル、確かにね、確かにクロコダイルだしな、確かに砂だもんな、うん、そうするとロギアだからね、ねえ、難しいね、うん、難しい、いろいろ、まあ悪魔の実はいろいろなねルールありますから、うんうんうん、はい、そんな感じかな、うんうん、なのでもしかすると大体の身の呪い者が今後出てくるかもしれないというお話でした、はい、大体、うん、大体の身を手に入れたらもうレッドラインに入れるから、うん、本当にあの、うん、巨人の壁みたいになるわけ、レッドラインウォールマリアね、そう、進撃の巨人のウォールマリアね、うわってなるあん中にいっぱい巨人がいてね、あん中に巨人がいっぱいいるからね作品違う、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。ワンピースで楽しいね、はい、今日ここまでです、はい、最後まで見てくれてありがとう、デステッチャンネル登録お願いします。今週はワンピースデイもありますから、皆さん一緒に楽しんでいきましょう、来週もあります、最高です、この夏を一緒に楽しんでよいしょ、はい、明日も楽しもう、またね、大体の日あるかな、うん、あるかなだからお願いお願いします、チャンネル登録。